芝尾英霊は日本の文筆家、ゲームクリエイター。本名、旧筆名は芝尾豊太郎。福岡県北九州市出身のゲームクリエイターである。ベナスシリーズが代表作として知られている。また、攻略本の執筆や映画の評論などでも知られていた。福岡県立東地区高校から1年浪人。早稲田大学法学部を中途退学した。なお、 早稲田ミステリークラブに所属していた。大学在学中から雑誌のライターとして活動。その後、雑誌やゲーム攻略本の編集執筆に努め、多数の攻略本に携わる。代表的なものとしては、小学2年生や小学3年生など小学館の学年別学習雑誌にて記事を執筆していた。また、マリオシリーズを題材としたゲームブックや、 攻略本の執筆、構成を担当することになり、スーパーマリオくんで知られる、高瀬博史と共に、それらの書籍を上司している。1992年にスーパーファミコンの RPG、レナス古代機械の記憶のシナリオとシステムを担当。代表作となる。レナスに関してはゲームのみならず、攻略本、レナス古代機械の記憶と、小説、 レナス崩壊の序曲も同時に執筆する。レナス古代機械の記憶は発売後、続編も決定。すぐに取りかかるが、完成が大きく遅れ、1996年となる。シナリオ、監督を担当した、レナス2封印の死とは、発売本数も1万本前後と大きく減り、発売自体が知られていない作品となった。 1998年に発売された、プレイステーションの RPG、レガイア伝説の原作、シナリオを担当する。レナスト、レガイア伝説では、キャラクターの名前や、世界観に共通する部分がある。2000年以降は、佐久間明との共同作業が増え、桃太郎伝説11ブラックボンビー出現。野巻、桃太郎伝説12西日本編もありますせ。 桃太郎電鉄 USA、桃太郎電鉄 G ゴールドデッキを作れ。では、ゲーム演出を担当している。桃太郎電鉄 USA では、飛行機が苦手な佐久間明に代わり、キャラクターデザイン担当の土井高幸や、他の開発スタッフらと共に取材旅行に出ている。セガの公式コミュニティサイト、イットテルズにも携わっていた。2018年4月2日、旧姓。 55歳没、ありがとうございます。